はい、どうも、しろです。さあ、今日はですね、だいたい9ヶ月ぐらい前に、YouTuber の方たちが紹介してたものではあるんですけれども、見てない方もいてると思うので、今回、それで新たに、紹介する商品がこちらでございます。スマホを守るくんです。車のね、内装パネルとかにつけて、傷をつけるのを守ろうというものでございます。これをね、施工動画皆さんいろいろ撮ってるので、撮らなくていいかなとも思ってはいったんですけれども、まあそれにたどり着いてない方もまあまあちょっといっているような可能性もありましたので、もう一度私が、これを施工するところを、皆さんにご紹介しようという公開でございます。それでは行きましょう。はい、ということですね、まずこのスマホを守るくんなんですけども、だいたい2000円ぐらいで売ってます。で、このスマホクリーナー、これは別にスマホクリーナーでなくてもいいんですけどね、これは100均ダイソーで売っております。で、これに加えて、先にこれいきなり施工するのはダメなので、これ傷を守るためにやるので、先にパネルとかを拭いていかないといけないので、それで精製水を、買ってきたんですけども、精製水は、ダイソーとか100均には売ってなくて、精製水はだいたいドラッグストアに売ってます。で、この 500ml のやつでだいたい100円ぐらいで売ってるので、ちょっとお店をね、買えないといけないのもありますけれども、そちらで買っていきましょう。それではやっていきます。はい、ということでね、また片手でやるのがすごい大変なんですけれども、これに精製水をつけて、パネルのところを全部拭いていきましょうということです。結構ホコリとかもあるので、さっきこういうのを取っていきます。これ拭くのはね、別にわざわざ取る必要あるのかともあるんですけど、一応先にちゃんとこういうのもやってますせということで取っていきます。ジムにそんななんかパネル類が多いわけではないので、まあまあやるのも楽じゃないですかね。で、多分メインとなるのはここの部分になるでしょうね。はい、ではまず中に入っているのが、スマホ守るくんの本体のスプレーと、こっちがコーティングクロスで、こっちが、ファインクロスで、最後の拭き上げの時に使うものです。では、スマホ守るくん使っていきましょう。今回お見せするのこっちだとちょっと通りにくいので、カーナビのこのディスプレイでやっていきます。そうじゃなくて多分すっごい分かりにくいんでね、これをまんべんなくスプレーしていきます。多分2プッシュでもういける感じだね。はい、で拭いたら、これを広げていきます。ちょっと映像じゃ分かりにくいかもしれないんですけど、多分ディスプレイになってるからだろうな。なんか思いっきりブラックのところであればちょっとなんか白くなったりするらしいんですけど、ディスプレイはそうなってないですね。はい、これできました。で、これで10分放置します。はい、では10分経ったので、次ファインクロスをかけていくんですけれども、あんまね分かんないですよね。あ、でもなんかすんげえツルツルにはなった感はあります。さっきとなんかその触ってる感じが全然違う。
この辺はね、面がちょっと少ないんで、さすがにちょっとわかんないですね。この辺もちょっとわからないかな。まあこの布がね、ツルツルしてるっていうのもまああるとは思うんですけどね。多分ね、映像ではね、多分このあーすごい変わったなっていうのはね、わからないんじゃないかなっていうふうには思います。多分ね、このパネルの位置と太陽の位置関係がちょっと問題があるので、それでね、見えにくくなってるんだと思いますね。だから本来であればね、こういうところにね、大きいパネルがあったらちょっと分かりやすいんですけどね。はい、ではこれを、あと2回、つまり合計3回やっていきます。はい、ということで、3回目の施工が終わりました。いかがでしょうか。まあまあ輝きを放っているのではないでしょうか。まあ、正直ね、綺麗になったと思います、本当に。ただ結局ね、こういうところを映すのが一番いいと思うんですけど、これの面積が小さいから結構分かりづらいというところなんですけど、僕スマホにもちょっとかけてみたんですけど、多分これが一番分かるかもしれないですね。ちなみに本来であればコーティング塗って拭いた時って白くちょっと濁ったような感じになるんですけど、まあ多分あんま映ってなかったと思うんですけど、このレンズが白く濁りましたね。まあその時ちょっとビビりましたけどね。レンズが濁るんてちょっと怖いんですけど、と。はい、いかがでしょうか。多分スマホがほんまに一番わかると思う。あとね、このカメラの液晶のやつにも、かけてみました。で、余ったのが、まあ、こんだけ余ってます。まあ、かける部分少なかったっていうのもあると思うんですけど、まあ、大体皆さんのやつであって、でもまあこれぐらい残るかもしれないですね。これかまあ1本ちょうどいくかっていうぐらいだと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。スマホを守るくん、まあ別にね、スマホと、こういう車内の、内装パネルだけじゃなくて、例えば釣りのなんかリールであったりとか、あとなんだろうな、もう僕さっき使ったカメラの、液晶の部分であったりとかにも使えるので、まあああいうパネル系のところに使えると思うので、皆さん、使ってみてください。特に他の部分にも応用できると思いますの で特に、これ何年ぐらい持つみたいなのはちょっと書かれてはなかったので、なんか肌感覚ですけど、だいたい1年ぐらいかなっていうふうにはちょっと思ったりするんですけど、これの辺もし分かる方がいたら教えてください。はい、ということでね、ちなみにこの商品はヌヌファクトリーさんの YouTube で、見つけて知ったんですけど、一回ね、お会いしたことありまして、富士スピードウェイのイベントの時に、一回お会いしてるんですね。でそれからヌヌさんの YouTube ちょっと見るようにはなって、まあそれまで見てなかったとか、まあ、知らなかったので、見てなかったんですけど、でそれで今回、ヌヌちゃんがこれを紹介してるのを見て、僕の方でもちょっと紹介しようと思ってやりました。で僕結構まあ、ジムニー系の動画ではあるので、ジムニー持ってる方に向けてもありますし、カメラ関係の YouTube でもあるので、カメラ関係にもこのディスプレイとか使えるよということでございます。はい、ということでね、今日も以上でございます。またね、いいねやチャンネル登録をして応援してください。それではまた次の動画で会いましょう。シロでした。バイバイ。